ここは前橋市一律の海外野中マスクして部活してるよ。すげえな。こんにちは、ヒーローつねまさです。今日はね、前橋の前橋保健所。ここは前橋保健所。まあ午後は雨が降るということだから、まあ午前中にしか桜を見らんねんで、子供を連れて、まあ前橋子供公園まで、広瀬川を通って、広瀬川にね桜が咲いてるので、広瀬川を通って、歩いて向かいたいと思ってるんだけど、もうね雪降らねえから、ほらタイヤ交換してる人がね、いますね。タイヤ交換。よし、こっちで、こっちこっち行くよ。こっちの公園だって。いいね、タイヤ交換。俺もタイヤ交換しなきゃなと。さあ向かいましょう。なんかね、土曜日なのに車が、駐車場がいっぺい止まってないな。で、ここから、こっちだ、こっちこっちこっち、こっち。東側にね、この前橋保健所の裏手が、まあ方角で言うと、東側に、まあ広瀬川が流れて、とでね、この広瀬川っていうのは、まあ、利根川の坂東橋付近からね、分水されて、そこから取水されて、前橋市街地を通って流れてくる川で、ね、以前ね、先月、先々1月か2月、どっちか忘れちゃったけど、その時は広瀬川に水がなくてね、即前橋市役所に電話をかけて聞いたんだけど、毎年1回、掃除をしているということですね。ここがなんか出入り口になって、あ、ここが出入り口。ほら、あったあったあった、出入り口がありました。出入り口があったぞ。ほら、ここからなかなか距離あるな。なあ、ここからなかなか距離あるで。やっぱり車に乗っていこう。やだ、歩いていきたい。桜が咲いてるのここだけだ。まあ川の流れる音っていうのはやっぱりね、まあ西洋人には雑音にしか聞こえねえんだけど、我々自然と共に生きてきた日本人にはもうね、この耳に優しく当たる音が非常に心地いいとね。桜も6分7分かな、まだつぼみが多いからまだ6分ぐらいかな。でもね、これから明日も雨だしね。で、今日は 14.、月齢 14.7 の、もうほぼ満月だよね。明日が満月の予定なんだけど、今日も曇りなんで、もちろん月は見えないと思うんだけど、明日も当然見えない。ね、ちょっと残念だな。あ、花びら。花びらがあるね。じゃあ一旦止めて先に進みましょう。こっちのソメイヨシノはね、あんまり咲いてない、ね、桜と椿が一緒に咲いてると。じゃあだいぶ花が落ちたな。あ、こんなとこに飲食店がある。料亭ではないか、はあ、焼き芋屋さん。焼き芋屋、もしかして業種転換で焼き芋始めたんかな。あ、ここ危ねえから、ほれ一緒に行くよ。よし、公園はもうすぐだ。この右が
東部バイパス。あ、止まってくれた。ありがとうございます。ありがとうして。最後に。ありがとうございます。おー、偉いね。まあ、止まってくれ。海外だとね。まあ、止まるのは当然なんだよね。オーストラリア、ニュージーランドに行くと、まあ、横断歩道の、オーストラリア、ニュージーランドじゃねえか。ヨーロッパか。ヨーロッパ。まあ、EU 圏。EU 圏に行くと、やっぱり、横断歩道には、丸いね、まあ、なんていうんだろう。あ、風船みたいのがついてると左右に。で、それを見て、ドライバーが、横断歩道だった、うん、見てね、そこにもし歩行者がいたら必ず止まると。これ必ず止まる、必ず止まなきゃダメ。日本はそういうところは非常に曖昧だよね。まあ、止まらないドライバーがほとんど、まあそれだけ西洋はまあ一神教の社会なので、0か100かっていうことを言う。止まらなきゃいけないときは止まらなきゃダメ、行くときは行かなきゃダメ。だから横断歩道以外のところをもし歩行者が歩いていて、それをね、仮に引いてしまったとしても、まあドライバーは何の罪にも問われないと。おー、止まって。ここは横断歩道。ほら、あー、待って、車来てるから待てよ。車来てるから待ちな。おー、偉い。はい、はい、行くよ。お、俺の宣伝部長をしている JA ファーマーズがやっと出てきた。この桜も綺麗だね。おい、何やってるの、おいで。おい、行くよ、公園そこだぞ。早く来いよ。車来ねえか確認しろよ、止まって。はい、車来てる、コテに来てね。どっち来てね。リク、公園そこだぞ。俺、この前作成してた遊具のはまだ作成途中と、検査が終わってねえんだな。ほら、検査が終わってね。検査が終わってね、向こうのね、向こう側の遊具は登れねえように、中の途中のさ、あのはしごの部分が抜いてやる。私が早く作ってやってくれ、子供たちのためにな。子供たちのために早く作ってやってくれよ、本当に。はあ、まあね、こういう日はまあ晴れてた方が暖かくていいような気もするんだけど、まあ曇りもね、またいい感じだなと。そんな肌寒くもねえし、まあ子供は不思議だけどね、俺はいつもの通り厚着なんだけど。お、ほら、桜が咲いてるで。桜が咲いてるな。はい、ここはライオンズクラブのライオンズの森。ロータリーの森はどこだ。ロータリーの森はライオンズの L。 パパ、なんかでキノコなってるね。ここはこれから遊べるんだから。あ、ふわふわドームやってんじゃん。ほれ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 、めちゃくちゃ人がいっぱい。見えて、中から人がいっぱいいるだんべ。さあ、ゴーカート、マスクしてねえ人は何人いるかなと。ほら、あの車みたいなやつやって。ああ、順番待ってな、順番待って。まずふわふわドームで遊んでっからにして。あの車のやつ乗りたかったの。いいから入って。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご利用の際は次の点に注意してください。空いた時間、場所を選んでください。集団での利用はご遠慮ください。散歩等で利用も1時間以内としてください。
人との距離を十分取ってください。マスクの着用、手洗いうがい等の感染予防対策。さあこれが正しいんかね、どうなんかね。まあ俺の個人的な意見は全く正しくねえ、間違ってる。さあ行きましょう。うちの子はあんな方に SL の方に行っちまったな。さあふわふわドーンで、間違えてこれ持ってきちゃった。ああ知らん、どっか置いといて、いらねえ、お父ちゃんいらねえ、お父ちゃんいらねえ、早く行ってき、行きな、早く行けよ。はい、どうでしょうか、吉岡町の担当者の方。前橋子ども公園はこんな感じで、これ見て、密度、遊んでる子どもの密度ね、こんなんで映るか、感染するんかな。あとっとと再開しろよ、あの素晴らしい景色の公園のふわふわドーム。ということでね、やっぱりね、子供たちの笑顔が、まあ一番重要だっていうことが ねよくね、選挙ではね、高齢者の声とかね、なんか言うけど、子供が一番重要だろうとね。ほら、ゴーカート乗り場見てくれ、ゴーカート乗り場、ほれこんなに人がいるで、何が感染対策だよ、ね、叫んだ。ほれ見てくれよ、このこの行列を。あ、これマスクしてりゃ濃厚接触になる、ね、一度も俺乗った時に A 君だけど、まあ、きっと楽しいだろうね。パパの運転した記憶あるけど、非常に面白い。まあ楽しい笑い声が聞こえるのが何よりということで、この辺で終わりにしましょう。